ヨハン・クリスティアン・コンラート・フォン・ホフマンは、ドイツのルター派の神学者である。ドイツのバイエルンの経験主義の家系で、1810年、ニュルンベルクに生まれた。エアランゲン大学で進学と歴史学を収め、1829年に、ベルリンに行き、ベルリン大学で学んだ。ベルリンでは、フリードリヒ・シュライアマハー、エルンスト・ビルヘルム・ヘングステンベルク、アウグスト・ネアンダー、レオポルト・フォンランケ、 フリードリヒ・ホンダウマーラに学んだ。1833年、エアランゲンのギムナジウムで、ヘブル語と歴史学の教師になる。1841年に、エアランゲン大学の進学部の教授に就任して、1842年には、ロストック大学の教授になるが、1845年以降エアランゲン大学に、戻り、新約聖書借義、倫理学、進学を教え、 エアランゲン学派の中心的な学者として活躍した。1877年にエアランゲンで死去した。エルランゲン学派は、経験主義的な個人的体験の重視を批判的に捉え、再生の体験を出発点として、経験主義と競技学と聖書神学の調和を追求した。その意味では、シュラーマハーの学派とは異なっている。ありがとうございます。